ここは軽井沢駅前です。なんと軽井沢の駅前に、これはアプト時代に使っていたラックレールの、ラックレールの溝蓋です。これは今は溝蓋に使われています。ちなみにこちらは普通の溝蓋です。これがラックレールです。昔はこの機関車で走っていたそうです。この機関車ラックレールがありまして、その横にもう一つ変わったレールがあります。これは電気を取るレールだったんでしょうか。こんにちは、国鉄時代の鉄道ファンです。1992年9月13日ですけれども、この日もね、信越本線の横軽付近で撮影しました。先ほどの、ナレーションは、当時撮影しながら、ナレーションしてたものなんですけれども、軽井沢の駅前ね、だいぶ変わったと思うんでね、アプト式の溝蓋ももうないかもわからない、私ちょっと行ってないんでわからないんですけれども、当時1992年の映像をお送りしたいと思います。
横川です。ご乗車ありがとうございます。白山号金沢行き4分ほど停車いたします。
ここは横川駅からちょっと軽井沢より来たところです。今高速道路工事中です。これが完成予想図。まあ高速道路がなかった時代、私もね、いい加減撮影を終えて家に帰らないといけない、そんな時間になってしまいました。この後帰る道中ですけれども、信濃追分の駅とそれから小海線の乙女の駅で少し撮影をして帰りました。まあ今はね、信越本線なくなってしまったんですけれども、その代わりに高速道路が夜行バスをどんどん走っています。 だいぶ時の流れで風景も変わったんですけれども、この山の形、山の風景は今も昔も変わらないような感じがします。それでは乙女の駅を通過する特急あさまの映像を最後に終わりたいと思います。お相手は国鉄時代の鉄道ファンでした。これが荻野屋の釜飯です。800円します。こちら漬物。